どう？似合うかな？可愛い水着を着られてとっても嬉しい。今日は目いっぱい遊ぼうね。晴れてよかった。やっぱりお天気が一番だよね。それじゃあ早速何？日焼け止め？あなたってしっかりしてるな。浮き輪でプカプカ、ビーチバレー、ビーチフラッグも楽しそう。やりたいことがいっぱいで迷っちゃうよ。海の家に行こうよ。さっきから甘いフルーツの匂いがするの。もしかしたらパイナップルご飯があるかも。波打ち際で追いかけっこってパニールが読んでた恋愛小説みたい。でも砂浜って足を取られて走りにくいよね。どうしてあんなに楽しそうなんだろう。はぁ、泳いだらお腹空いちゃった。あ、焼きそば売ってるよ。海で食べると一段と美味しいよね。よーし、いただきまーす。リットがいっぱい魚を取ってきてくれたよ。海の中だと普段の狩りとは勝手が違うと思うんだけど、何かコツがあるのかな。すごいよね。シーナさん、なかなか海から上がってこないから心配したよ。え？忍び秘伝の潜水術があるから大丈夫？かっこいい！私も教えてほしい！ベルベットさん、水着姿もクールでセクシーって感じ。私と比べたって仕方ないってわかってるけど。隣に並ぶと比べちゃうよ。もう帰る時間？もっと遊びたかったな。じゃあまた一緒に来てくれる？約束だよ。